ハルギタ県は、ルーマニア、東トランシルバニアの成型地方の県。県とは、ミエルクレアイコール地区。東部は、ネアムツ県とバカウ県、西部は、ムレシュ県、北部は、スチャバ県、南部は、ブラショフ県とコバスナ県に接する。2002年の調査では、人口は326,222人である。人口密度は1平方キロメートルあたり52人で、ある。 ハルギタ県は小バスな県よりもハンガリー人の比率が高い。そのうちの主流は成形人と呼ばれるハンガリー人で県内の各自治体で人口の多数派となっている。ルーマニア人は県北部、特にトップリザとトバランに集中している。成形人はほとんどがカトリック教徒でルーマニア人はルーマニア正教会信徒が最も多い。 その他のハンガリー系は、改革派協会とユニテリアンに属する。信仰による人口比率は以下の通りである。ハルギタ県の面積は6639平方キロメートルである。ハルギタは、畜山脈とハルギタ山脈のような東カルパチア山脈に連なる産地が主流である。山地には、火山性の高原、山毒の丘陵、 さらに人口の密集した川を挟む谷がある。山地は火山性で、一帯は水質の良い温泉で知られる。春ギタは、夏季はほとんど暖かいものの、国内でも最も寒い地方の一つとして知られる。県内にはルーマニアで重要な河川のうちの2つ、ムレシュ川とオルト川が流れる。川の源は、イズボルムレシュ類村とスンドミニク村で、 二つの村はわずか数マイルしか離れていない。ムレシュ川は西のティーサ川へ向かって流れていくが、オルト川は南のドナウ川へ流れていく。県西部は二つのトゥルナバ川がトランシルバニア高原の一部であるトゥルナバ高原へ向け流れる。ハルギタには多くの自然景観があり、バイレトゥシュなど近郊の火山噴火鉱石のクレーター湖、スフンターナ湖も含まれる。ラクロシ湖は 県北東の町ゲヨルゲに近郊にある。ビカズ峡国は印象的で狭い峡国で、ビカズの清流によって作られた。県は温泉リゾート施設とミネラルウォーターが有名である。県の主要産業は以下の通りである。ラクロシコ、ハルギタ県議会は31名の議員で構成される。県は4つの都市、5つの町、58の小自治体からなる。 ナショナルインスティチュートオブスタティスティックス、ポップイアレシャラリーセンシミンテルディガニー1948、1956、1966、1977、1992ア2002、ナショナルインスティチュートオブスタティスティックス、ポップイアレシャデュープエトニーアーカイブド2009年8月16日、アットザウェーバックマシン。ありがとうございます。